青葉区宮町4丁目です。信号機が点灯していません。警察官による誘導が行われています。今日午後2時半ごろ、仙台市青葉区宮町4丁目や登米市などで最大2700世帯が停電しました。より停電してしまって、なのでちょっと心配で迎えに来ました。子供のこともなんか心配ですし、なんか本当に備えてないとダメだなって思いました。改めて停電は午後4時過ぎにすべて解消しましたが、青葉区の郵便局では利用客にも影響が出ました。 ATM に用事あって来たら止まってたんで、停電だったんで20秒ぐらいだから別に問題ないけど、今は20分ぐらいだから、とにかく電気を使わない暖房機は絶対必要ですよ。東北電力ネットワークによりますと、青葉区で起きた停電の原因は変圧器を固定している鉄線に電線が接触し漏電したためとしています。